ゆっくりしていってね。ひらりはらりと乱れまい、今宵咲きます一輪の花。聞いてください。ダダ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 。飛び交う視線ロックして変貌、怪しい闇で打ち抜いた衝動、その間わずか 0.2 3秒、歯向かう術はないまさに先行。いっそ花になって蝶になって、夜になって踊れ。花になって蝶になって、夜になって踊れ。花になって蝶になって、夜になって踊れ。花になって蝶になって、夜になって。大体なんだかんだ来る絶頂、歯止めは効かず興奮と熱狂。ぶっ飛ぶやつかけてよ DJ、 目の前急に地獄のダンスホール。うおいや、なんかされれよ。なんかいつもと違いませんか。まあな、編集ソフトをインソフトからキネマスターに変更したし、今回は PS4 版だからな。いや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 、これはなんだよ。おっと、言い忘れてた。今回から Twitter のアンケートによって立ち絵を追加することにしました。まだアンケート途中じゃねえかよ。あ、そうそう、戦闘中は邪魔になるので立ち絵は表示しません。まさか、アンケートで立ち絵が欲しいに投票した人も、こんな落書きいかの立ち絵が出てくるとは思ってもいなかっただろうな。まあそんなこんなで、今回持っていくのは、日本ピア貫通戦車のキハです。こいつの特徴としては、なんといっても、貫通力の高い飛行ですね。課金弾を使えば、リボンも、ピーガーの正面も抜くことができます。この秘密。おうじみにカメラ目線なのやめろ。可愛いからいいじゃないですか。キハが可愛くても、操作してるのはお前だから見てて吐き気がするんだよ。またまたアゴモーガンを。とりあえずヒネヒネ。当たり前だな。ってことで、初動は東側に回って、ハルガルンしたいと思います。こいつは区画が15度も取れるので、区画外にも自分にも乗りこなせますね。お前が気に入ってるのが貫通力だろ。そうだよ。個人的に、ピア3で、あの貫通力は結構でかいと思うよ。なんせ、ピアさんはほとんど格上が相手ですからね。自分以外、みんな格上ま、ほんとひね。ああ、すごいね。最近、LTP っていう戦車がイベントでもらえるからか、もう戦争中 LTP まみれが。LTP たちが戦火を求めて、戦争をぐるぐるしている。トゥーン車線が通らない。あそこのルー戦車いけるか？離れすぎてて当たりませんね。この目当たりさえすれば。距離が離れすぎてて結局、当てられなかったのでカット。でカットしても、位置ほとんど変わってなくてくさ。失礼な、ちょっと右に移動してますよ。ちょっと AT2 に狙われてますよ。とりあえず無視するのやめようか。AT2 撃破、このまま敵陣の深部に浸透しましょう。あのさぁ。なんですか、2号があまりにもぐだぐただったので、私が代わりに実況してるんですよ。ローサンダーの時といい、お前はなんで俺に実況させようとしないんだよ。別にこのチャンネルを乗っ取るとか、そういうつもりはありませんよ。本当笑わしたね。結構痛いの食らいましたね。こういう話を変えてごまかそうとするな。プロあるね。2号のノーシカルダウンのおかげか、敵のヘイトがだいぶこちらに集まってきてますね。やけん、一旦隠れて他の味方にヘイトをなすりつけましょうね。この人間のクズ。おっと、味方が敵の騎士に怒られている。助けないと。この人間の鏡。この手のひらくるくるワイパー。死にたくない。死んでしまえ。騎士は生きるようで十分だ。なんだ今の。細けえことはいいんだよ。アウトだ。
ってことで敵の命綱を逆に狙撃したいと思います。ただし当たるとは言ってない。しょうがない。ちょっとくらい妨害来てもられへんか。これはいけない。いいだろう、お前成人の日だろ。ボセル TP あった。そろそろ突っ込みましょう。行くぞ。バンザーイ。おおちょっとくらい棒が効いてもられへんか。あー痛い。あかん、これじゃ患者死ぬ。これはひどい。まさかあいつがこっち見てるとは思ってなかったら。味方に助けられましたね。ありがとうだ。あの技法法いけそうですね。ランパンでボルセルスだから慎重に行かないとな。慎重に行くとは一体。食らわなかったからね。ブーンみたいだけか。危うく道連れにされそうでしたね。ん？何してるんですか？一度下がって視界を切ってるんだよ。ほら慎重に行くって言ったろ。なぜ今頃やるんだよ。最後まで生き残りたいからね。なぜ真似したし。尺稼ぎたいからね。投資が濃すぎる。って借りたいに座れてばっかじゃねえか。ちゃんと車体に当てろ。しょうね。同じネタを何度も使う実況者のクズ。しょうダメです。ブリ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 ブスチチブブブチチチチブリリリブブブブブブこれはいけない。お前も同じネタ使ってるラン、アゼルバイラン。アウトだよ。ってことで結果はこちらの通り、一マッチと攻力者をゲットしました。こいついつも一バッチ取ってんな。眠いったと思ったんだけどな。さすがに3キル霊夢はないでしょ。あ、そうか。うわあ、編集疲れたもん。まだ終わってませんよ。じゃあさっさと終わらせるか。火力は連日も遠い、高い貫通力にそこそこの放電時間、高めの単発を持つこの日あたりではトップクラスの攻撃性能だね。次に装甲がけろ、隠した相手ならランタン弾けるくらいで基本撃たれたら抜かれるよ。まあ逆にこの日あたりでガンガン弾くシャツも限られてるし平均的だね。あと機動力だけどこれは普通だね。速くもないし遅くもないよ。ちなみに最高速度は時速 40km だよ。あ、そうそう、隠蔽率はかなり高いよ。でも偶然者だから移動中は隠蔽率が低下するので気をつけてね。まとめると走行種のバランスが取れてて中でも高が高い感じの戦車だね。ティア的にも格上と戦うことが多いから複数で行動するようにして正面戦闘はできるだけ避けるようにしよう。また距離を取って戦うことで生存率が結構上がりますよ。距離を取って戦うのと祈るのは違うから気をつけろよ。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。そういえばあのライトは？散歩期間が終わって実家に帰ったよ。うん、このご都合すぎ。